はい、本日はホンダドリーム曽我さんに来ております。スーパーカブの天気の子バージョン 110cc ですねに試乗いたします。クロスカブと同じエンジンだということでピンクだなよし、それでは早速オン、燃料計とスピードメーターだけ、ライト、ホーンとウインカープッシュキャンセル、セルスターター、はい、よいしょ、キックスタート、オンになってねえよ。エンジン軽いっすね。センタースタンド、サイドスタンド、またがる。ギアは前が踏むと1、2、3、4、後ろで3、2、1。でも今聞いたんですけど、だいたい4速で止まっちゃって、で止まったらクラッチがね、止まったらニュートラルにしちゃって、また1速に入れとくみたいな。おお、発進、なんか あ、結構足つきいいです後ろにしっかり座っても足つきはいいですね。両足べったりですね。普通の株でも、クロス株じゃなくても株でもいいのかもしれないな。ライトはハンドルについてるので、ハンドルを切るとライトも動きます。ハンドル切れ角はこんな感じ。こちらはリアブレーキ、前ブレーキ。さて、このシフトにね慣れるかな。一速でしょ。これでニュートラルだよね。止まってるときは一速で待ってるんですってニュートラルにして一速だと思ってて、ニュートラルの状態でアクセルをウォーンってひねっちゃってから、あっつって一速に落とすと、例のダルマヤウィリー事件が発生するわけですね。なんで一速の方がいいようです。昔カブ50だったかな、なんかちょろっと乗ったことあるんですけどね。209キロですね。120までメーター刻んでありますけど、まあそんな出ないでしょうね。あ、ポジションがあ、いけねえ、あ、こうかよし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 、4速入れちゃっていいのかな。まだ40キロなんだけどここで加速するの、これ。あ、するする、60キロ。あー、スタンディング、スタンディングするにはハンドルがちょっと低いですね。そういうバイクじゃないみたいです。60キロでシフトダウンすると、60キロでシフトダウンしてもそんな強力なエンジンブレーキは効きませんね。しかしこれもスクーターと同じで2グリップができないので、このくるぶしでグリップするのかな。くるぶしっていうか靴の足。あ、速いな。
あ、左手が空を切る。左手が空を切る。ああ、シフトダウンしちゃった。これ、3、2足かな、これ。1足。ああ、なるほどね。で、ニュートラル。1足に入れておく。どう考えてもね、スクーター変速の方が便利ですよ。でもね、すごいっすよね。スーパーカブってまだ生き残ってますもんね。もうシートどこ座っていいのか分かんない。3速で60キロ、4速60キロ。あ、早いね、早い。これメーターが映ってんのかな。下向かないと映らない。楽しいわ、スラロームとかしたり。そういうバイクじゃないね、そういうバイクじゃない。スラロームするんだったら30キロぐらいだよね。ブレーキはね、ドラムブレーキ前後ともなんですけど、よく効きますね。今ね、4速のまま止まりました。これで前に、前ニュートラルで1速に入れておく。これがね、正しいっぽいです。4速のまま止まっちゃって、ニュートラルに止まったらニュートラルに入れて。あ、そっか。でも信号が赤だからっつって減速して、でも信号が青になっちゃったっていう時に再加速したい場合は、再加速したい場合はニュートラル違うな、再加速したい場合は4速だから、遅いんですね。これ何速だろう、3速かな、4速で、4速で走ってる時に、あ、今2速で走ってたのこれ。あ、入らないんですね。4速に入ってる時はニュートラルに入らないから、これで正しいんだ。で、完全に止まりました。ニュートラルに入れます。1速に入れておきます。これは正しい乗り方みたいですよ。いや、楽しいな、これ。シートの場所を探ってしまうけど、どこにも正解はないんだな、このバイク。ああ、本当、4速は、本当に、あれっすね。ウインカー出してねえよ。4速は本当に、このまま4速で止まっちゃって、もし今が青になると、加速しようとしても、あ、一応するのか。まあ、止まって、ニュートラル1速に入れておく。はい。これがスーパーカブ。あ、天気の子って書いてあるよ。天気の子、見てないんだけど。これ、多分クロスカブの方がしつけ悪いんでしょうね。シート高、ちょっとスーパーカブ110は調べてなかった。タイヤって、あ、タイヤって普通のオンロードタイヤなのかな、レインタイヤみたいなの入ってますね。なんかね、昔乗った時はあんまりうまくね、変速できなかった記憶があるんですよ。今もちょっとイマイチでしたね。アクセル開けるのが早かった。行くぜ、最高速チャレンジだぜ、イエーイ。メーター映ってる。怖え、怖え、出ることは出るけど怖えよ。この
本当にね、自転車に乗ってるみたい。自転車に乗って、あ、また左手が、自転車に乗っていて、で、自転車に乗っていて、なんつうのかな、そのままこう、今何速なんだろう、これ。4速っぽい。ちょっと 50cc じゃしんどいけど、110cc もあればだいぶ楽ですよね。こう、なんでしょうね、あの幹線道路の追い越し車線を走ってても非常にいい感じですね。これ多分60キロくらいだったら3速でいいんだな、これ。あ、例えばクロス株にはメーターの中に1速、2速、3速、4速ってこの速度の時はどのギアを使いなさいっていう目印が書いてありましたね。ホンダドリーム曽我の2階にですね、クロス株の新車が置いてあったんでちょっと見てたんですよ。どうもそういうことみたいですね。試乗はですね、終わりで、まあ、そこにクロス、ウィング点、曽我点が見えてるんですけど、だいぶ私待たされたんでね、もう一周しますよ。はい。やっぱりシフトダウンするもんじゃねえな、これ。よいしょ。ドラムブレーキ効かないっていう話をしていたけど、十分効くけど、ストロークが短いの、これ。フロントサスのストロークが、すげえ短い。リアサスも、リアサスもボヨンボヨンですね。ボヨンボヨンですよ。あ、でもこれ、タンデムステップはついてるな。タンデムステップついてるから、ちょっとお尻痛いけど、荷台に人を乗せることはできるのか。このチッコーチッコーっていうウインカーの音がするんで、よいしょ。あ、いきね。またステップの下に足を入れそうになっていた。あの、ウインカーのね、消し忘れがね、ないですね。あ、まだいいんだよ。3速で引っ張っちゃって、4速。リアブレーキ。フロントブレーキ。おお。あ、確かにフロントブレーキだけだと、ちょっとね、ちょっと効かねえかも。ちょっとね、リアの方が効く感じって、これ。スクーターに相通ずるところがありますね。スクーターもリアブレーキの方がよく効くんで。3速50キロかな。50キロから上は4速かな。燃費走行を考えるんだったら、ギアポジションインジケーターが欲しくなりますね。止まって、ニュートラル1速。ってやると、前をしか押さない。後ろのやつは、後ろのステップ、後ろの変速ペダルは押さない。前だけで運転する。二足発進。止まる前に4速もいやね、これ慣れるまでちょっと時間かかるわ。これ程度、この程度の短時間で慣れるもんじゃないね。郵便局、新聞配達がスーパーカブからスクーターギアとかああいうのに変わり始めているんですって。このスーパーカブの変速をまず覚えなきゃいけないっていう儀式がもうそういう時代じゃないみたい。郵便カブも
クーター変速、スクーターやスクーターになっちゃうお時世。だから普通に考えたらこういう時って321って落としてでニュートラルに入れるんですけど、もう4速のまま止まって1速に入れる。ショックが来たな今ね。どういう仕組みになってるんでしょうね。昔からあるのにね、仕組みを知らない、興味がなかった。だいぶスムースになってきましたよ。さすが2周目。これ、まあ60キロ以上出るのであれば、普通にツーリングで使えますね。の4速のまま加速。しないことはない。なんかねこの感じなんか V ストローム、V ストロームが2班の下部なのか。サスペンションはね悪いですね。今段差というかマンホール乗り越えたんですけど、お世辞にもいいサスペンションとは言えないですね。足つきいいよなこれ。こんだけベタ足だったらクロスカブよりもカブ110の方が、スーパーカブ110の方がいいのかもしれないな。乗ってみてよかったな。かわいいですなこのウインカー。しかしピンクだな。フロントドラムブレーキのバイクに久しぶりに乗ったな。え？超久しぶりだ。スーパーカブって本当はこういうスイッチ類全部右側についてるんですよね。左手はおかもちを持つので片手ブラーンになっちゃうので全部右手で賄えるようにしてあるみたいなんですよ、というところだったんですよ。それは今やね普通にね、左側にもねスイッチがありますね。それはもう時代の流れってやつですね。お金持ちじゃないですね今やね、ウーバーイーツですよね。あ4速だった。加速しねえ、加速しねえ。頑張れ。あ、やっぱり4速が生きるのは60キロ以上ですね、これ。60キロ以上だと4速が生きますね。で忘れてると4速のままになって、さっきそのまま発進しちゃったと。ニュートラル1速。この儀式をね、やっとかないと。2速発進でいいのかな ?2 速。2速発進をしてみましょう。なんか1速もね、なんか発進用のギアっていう感じなんだけど、加速感的には。だから、すぐに2速に上げちゃうんですよ。私の感じでは。だから2速発進、まあこういう自動遠心クラッチなので、あ、遅っ、遅っ。あ、やっぱ1速必要だわ。あ、でも、すぐに加速するな。あ、これ好みだな。なんかこの自分のシルエットがね、スーパーカブに乗っている自分のね、シルエットがね、なかなかね、なかなか、なかなか昭和な感じですよね。あ、本当になんか V ストロームと相通ずるところがありますね。この60キロでまったりと走り続けるのが気持ちいいというか、心地よいというか、いい感じなんですよね。はい、ホンダドリーム曽我さんに戻ってまいりました。さすがに3周もすると怒られると思うので2周で我慢しておきましょう。よいしょ。
ニュートラル一足。ああ、なるほどね。カブ乗ってる人ってなんかこう、止まった後にガチャガチャやってるの何かなと思ってたけど、こういうことやってんのね。でも乗り方を教わってよかったですよ。普通にあのシフトダウンする気満々でしたからね。サイドスタンド、これサイドスタンドがちょっと奥の方にあるな。前でもやりやすいですね、これね。